皆さんこんにちは。かけるんこと菊池かけるさんから暴露されている姫香さん、贈与税や結婚詐欺、ロマンス詐欺をめぐって戦いが起こっているのですが、先日かけるんさんのところへ姫香さんと思われる方から電話がかかってきたようです。かけるんさん曰く、深夜に知らない番号で電話がかかってくるが、俺は一切無視している。だって話し合うつもりないし、謝ってほしいわけでもないし、何かしてほしいつもりもないので出る必要はない。深夜に電話をかけてくるのは関係者じゃない。和解を求めているのか脅してくるのか知らないけど、俺は出ないと話していました。これが本当に姫香さんまたは姫香さんに関係している方であれば、これ以上の暴露をやめさせるような電話だと思われますが、現在のかけるんさんにそれをしてもこのようにインスタライブなどで晒されて終わりそうな気もしますよね。また先日一条響さんの引退イベントが行われたのですが、一条響さんといえばかけるんさんの元カノとしても有名です。現在でも仲はいいようで、たびたび一条響さんのインスタライブにかけるんさんがいることが知られています。そういったことから、かけるんさんのライブで一条響さんの引退イベントに参加するのかといった質問がされており、僕は嫌われ者なので行くことはないですと悲しげに話していました。姫香さんや一条響さんに大金を使っているかけるんさんはエースグループとして不渡客だったことは分かっているのですが、なぜこんなにもお金を持っているのか気になるところですよね。かけるんさんはエクシア合同会社の代表です。しかしエクシア合同会社はポンジスキーム詐欺だと言われています。ポンジスキーム詐欺とは簡単に言うと、出資者たちから得た資金を以前の出資者たちに配ることです。エクシア合同会社は投資で得た利益を配当金として出資者に送ります。実際は投資で得た利益ではなく、新しく出資した人たちからの資金を以前から出資していた人たちに配当金として送っているのです。エクシア合同会社がポンジスキーム詐欺だと疑われた理由は、配当金が毎月もらえる、会社の利回り 15-70% が逸脱している、金融免許を取得している役員がいない、出資者約1万人が異常に多い、 FX 自動売買といった理由があり、出資者が異常に多いのもポンジスキーム詐欺の特徴だと思われます。またかけるんの本名は菊池かけるではなく菊池より平だったことが分かりました。文春によると、かけるんは借金から逃れるために改名していたようです。かけるんは東京モード学園を卒業直後、借金をしてネイルサロンを経営。しかしネイルサロンの経営はうまくいかず、4500万円の借金を抱えたそうです。その時の借金から逃げるように改名をし、現在は菊池かけるとして生活しています。詐欺で得たお金を使って姫香さんや一条響さんに貢いでいたのではないかと思われます。また詐欺で最近話題になったのは、池宮友人さんが指名手配されたことですよね。池宮友人さんは SNS 型投資詐欺の首謀者であるとして公開指名手配をされ、すでに100人以上が逮捕されていることから、大規模な詐欺グループの幹部なのでしょう。一体何をしたのかというと、2024年5月から6月にかけて SNS を通じ投資話を持ちかけた、商材の販売で140万支払わせる、こういった詐欺をしていたようですね。若者の経済的不安をいいことに、簡単に稼げる、人生が変わるなどの言葉を巧みに使い、お金を振り込ませる手口のようです。現在はカンボジアに逃走中なのだとかですが、この池宮友人さんは元キャバ嬢でエースグループだった門寮さんと結婚していた元旦那だということが分かりました。池宮友人さんと門寮さんの出会いがいつなのかははっきりと分かっていませんが、2017年10月よりも前ということになりますね。しかし池宮友人さんは門寮さんの不渡客であったことが分かっています。当時高級シャンパンアルマンドレッド100本を使用したシャンパンタワーを SNS に載せて、友人ほんまにありがとうとコメントを添えていたようです。ですが2人の結婚は
スピード結婚と言われていたことから、出会ってそれほど経ってなかったのではないでしょうか。モンリョウさんは2018年春に出産したと言われており、どうやらスピード結婚の理由は授かり婚だったようですね。池宮友人さんはモンリョウさんに専業主婦でいてほしかったようですね。円満離婚ということなので、子供の進路などで連絡を取っている可能性はあります。続いて池宮友人さんの職業について見ていきましょう。少し結婚前に遡って、池宮友人さんがなぜ1000万円ほどする指輪をモンリョウさんにプレゼントできたのでしょう。池宮友人さんは1995年7月30日生まれで、モンリョウさんより6歳年下です。2017年10月にモンリョウさんが電撃引退をしているので、プロポーズは21歳か22歳の時だったということになります。キャバクラで大金を使い、キャバ嬢に貢ぎ、プロポーズで1000万円の指輪を渡すなんて、21歳22歳でなかなかできることではないですよね。池宮友人さんの会社のホームページによると、大阪市内に会社があり、ウェブ広告や美容製造事業、システム開発事業、e スポーツ運営事業などを行っている様子。2017年2月に設立しているので、この会社での成功があって、若くして大金を手に入れたと考えられます。どれだけ稼いでいたのでしょうか。池宮友人さんは8、9年くらい前から詐欺をしていたとのことが分かり、モンリョウさんと結婚している間も詐欺をしていたのではとの疑問が出てきます。また一部ではこの詐欺が原因でモンリョウさんは離婚したとも言われています。エースグループで立て続けに詐欺師の不渡客があらわになったのですが、そもそもなぜエースグループに詐欺師が寄ってくるのか調べたところ、エースグループ代表の綾田社長と反社会勢力との関係があることが分かりました。その関係とは、行動会という反社会的勢力の支援でエースグループを立ち上げたこと、ホステスを違う店から大量に反社会的勢力の力を使って引き抜くということ、ホステスに性接待をさせていたことなどが分かっています。行動会は愛知県にある指定暴力団の一つのようです。また姫香さんの時の暴露の一つとして、エースグループは本当に全てがリアル、架空のシャンパンも金額も書かないですと話していましたが、かけるんさんが2021年姫香バースデーで綾田社長が総額6000万円自腹タワーしたと話していました。外面をよく見せ、売り上げを上げるためなら反社会勢力や詐欺師であってもお構いないのでしょう。また類は友を呼ぶといった言葉があるように、もともと反社会勢力の力で立ち上げているからこそ、そういった詐欺師が集まってくるのでしょう。いかがだったでしょうか。今回はかけるんさんに姫香さんから電話が来たといった話や、エースグループに詐欺師が集まる理由についてお話ししてきました。前述した池宮友人さんは現在ジャングル東京のキャバ嬢であるキホさんとお付き合いしており、キホさんも姫香さんと同じロマンス詐欺や結婚詐欺として炎上している最中です。もしかするとジャングル東京の裏側も今後出てくるかもしれませんね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。